諸不尊家庭船、書、釈文未、み。つとむおさむその本。余裕意シフコ道。竹を二目。今日福でき思え、ご治さむ。さざなみただし観木者なり。夫先進体。なお、氷座院の名。落死水林。なお、低構像の趣、向き。若光船霊落。 妙義神仙。なお長波にの猛級。中国の書論では、中国における諸論の概要と歴史を記す。諸論の範囲は、かなり広く、書について論じたものすべてを含むが、書体論、書法論、諸学論、諸品論の四つが主たる部門とされる。また、文字論、書評論、諸人伝、諸史などの部門も、当代までに出現し、壮代になると、 修造と鑑賞、法上、金石文などが加わって、諸論の部門はほぼで揃う。これらの部門を単独に、またはいくつかの部門を複合して表したのが、中国の歴代の諸論である。また諸論を修正したものとして、張飛古演の、法書要録、主張文の、牧地編、陳氏の、書宴、聖華、い続くの、墨や部などが、東大、総大に編纂され、 書の研究の貴重な情報源となっている。中でも、法書要録の功績は大きく、古い時代の書論を得るには本書を置いて、他にない。書論の8世紀は、漢代と言われ、最も古いとされる書論は、超一の、秘創書である。漢代から、唐の前半期までは、書品が好んで行われ、四件を最上とし、その他の書人の作品が、品題され、批評される。 これが伝統派の諸論であり、その基本は南朝の諸品論から出て、その第一はガタワレの諸品である。随を経て、東王朝になると、その伝統派の諸論が、ますます洗練され、ここから二王を典型とする諸道の精神が、確立される。よって、伝統派の基本的な考え方は、南朝から東に及ぶ諸論に求めなければならない。 そして、その文献の大部分は、法書要録に収められている。当の後半期からは、元神経、長曲、海祖などにより書の創作性を強調した、新しい意識が芽生え、革新派の書論が起こってくる。これを、さらに理論づけたのは、北宋の王用を収む、宋の三大化であった。またこの頃大伐の流行、純化拡張などの衆国、 金石文の収録があり、これらも書論に取り込まれていく。元になると、超毛布の主張により、大義氏を中心とする伝統派への復古的傾向が強まり、民発もこの傾向が継承された。中期になると法上が流行して、その研究者による上学派の書論が起こった。民末には、陶器省が現れて革新派を受け継いだ書論を展開するが、 この時代は、飛躍的に書画の需要が高まり干渉が深まったため、書画録が多く発行され、清に入ると、ますます流行した。新代の初期までは、上学が重んじられたが、その後、金石学の発展とともに飛学が没効し、元元法精神、行為などにより長よりも石踏みを重んじる、飛学派の諸論が盛大になった。日本に飛学をもたらした洋史系は、 被学、上学の両方の長を残している。民国期も被学は依然として成功していたが、上学派の諸人が顕著な成果を上げ上学が復興し、新末の陽酒系が被学派の最後の諸人となった。以来、上学、被学両派を超えて、各名跡の長所を探ろうとする気風が起こり今日に至っている。民国期に脚光を浴びたのは新末に発見された。 甲骨文や肝読を素材とした書表現であった。羅神玉は、甲骨、肝読の名文、牧書の解読書である、隠居処刑公爵や、ルサツ遺憾などを表したが、これはこれまで蓄積されてきた、金石学の成果により、発見当初から高水準の交渉を備えた、著録であった。さらに、民国16年に、巨円肝肝の発見があり、 観観中の焦燥に関心を持った諸人も少なからず現れ、これに上学の復興が相まって草書の研究が飛躍的に進展した。海木とは草書の研究所、標準草書を刊行し、その後、書体研究が相次いで起こった。南北朝時代、南朝では4件の書を手本としたが、これらの書が紙や切れに書かれていることから上と呼ばれた。 当の体操の王義氏の書の愛好や僧の体操の純化拡張によって、朝の主流は王義氏が占めるようになり、その後、この純化拡張をもとに様々な法上、修長模本が作られた。さらに、明の中期から、江南の経済が発達して修造家が数多く出現して、法上の修国が流行し、また、この頃から、 親戚の入手が困難になって、法上を使っての学書が成功した。この法上を研究する上学が、教士名や王、らによって起こされ、長寺氏竜流洋、王家達によって体制された。上学は王法を主とした伝統的な学書方法を取る立場で、その研究者たちを上学派と呼ぶ。上学派の書論として、王の論書。 五、針の、表書帳表版の、生倉銀書き、要、用品の、大久子玉筆、両道書の、貧乱論書、要主計の、平長期などがある。宋の王洋治の、周古六伐王と、長明声の、金石録によって金石資料が収録されたが、元、民では、この研究は衰退した。しかし、新代の学問が、 実証的になって交渉学が後期し、その資料として、金石文が注目された。金石学を起こしたのは、新書の古演部であるが、これに刺激されて、当石女、衆尊、低章、金のラが官臂を習うようになった。金石学に、造形の深い言語とは、南北書波論、北非南朝論を発表し、法上の書は、本国が繰り返されて、 死にを失っている。これに対し、被告の書は親戚に近い。よって、書法の正当は北秘であり、北秘に学ぶべきだ。と主張した。上学派の方精神も、現元の説に同調し、ゲーブネ総火事を表して悲学が起こり、その理論を実践して、官秘や北秘を学ぶ人たちが現れた。この人たちを、悲学派と呼び、新末には、行為の、 工芸船総加時によって、ますます飛学派に規制を加えた。飛学派の人々は皆上学の素養を持ち、さらに天国にも造形が深い。他に、飛学派の書論として、洋酒系の平ら引きなどがある。中国の書論の理論体系として、高規定の配分最初画符では、書体、書法、書学、書品という四つの部門に分けている。 難聴の書論を見るとこの4つの部門が単独に、あるいは結合するなどいろいろな形式で現れてくるが、この分け方は書を論ずるのに誠にうまくできているもので、書論の高級に十分役立つ。同書ではさらに、書家伝、書罰、弁償、肝臓という項目を付け加えているが、要約すると、書家の伝記と、書の収蔵と、干渉ということである。書体論は、 書体の起源、美学、洋筆法などについての論で、英久氏の四体書生元落との論書、長布ところの書段上官などがある。巨神の説問開示序文では、文字の起源である陸書から書く書体の起源までを説く。また、漢字の書体を初めて示したのは、本書で、旗の八体と真の六体を挙げている。南朝針の 論書には100体の雑体書が書かれ、等の初段では10体論を説いているように書体には数多くの名称があるが、その中心は、天書、霊書、会書、行書、総書の5体で、発生の順序は、天書、霊書と続いて、総書、行書、そして最後に会書である。書体の創始者書体には大抵創始者が想定されているが、 書体は突如として変化するものではなく、証拠もないので、伝説とされることが多い。創始者想定の論拠として、中田裕二郎は、書体は徐々に変化していく中にその源流となるものが、現れ、次第にスタイルを形成してそれが定型化してくる。そして、書体の名称が生まれ、その時期に、著名な諸人が当てられて創始者とされる傾向がある。と記している。天書は、 大天と小天に大別され、四大書生に大天の創始者は、市中とあり、小天の創始者が理師であることは周知の通りである。霊書は、古礼と八分に大別され、初段に古礼の創始者は、低幕とあり、古来の書人名に八部の創始者は、大継中とあるが、前漢時代にすでに八分があったことが、証明されており、大継中の創始者説は、 完全に否定されている。説問開示序文に男を怒って草書ありとある。この草書は焦燥とされており、今の草書と区別され、焦燥の創始者は死ゆと諸男にある。焦燥には霊書の特徴である畑が残るため、天書霊書焦燥という書体の変遷になるが、漢代で草書という名称が生まれていることから、その源流は、信代や、 集大の天書が行われていた時代に、天書に対する筆記体の書として存在していたことが考えられる。現に、今使われている草書の中には、天書から崩されてできたものがあり、例えば、無の字の草体は、霊書からの連絡がない。また、漢漢の中には、天霊の省略体としての草体の実例がある。よって、草書は、 霊書と天書の二つの源流から変異し形式化し、定型化され、五感の長子が、草書の創始者となるに至った。初段に、行書なるものは、五感の流徳昇るの作るところなりとあり、続いて、行書はすなわち、聖書のこなまりとあるように、行書は解消を少し崩したものとしているが、今日では、草書と霊書の長書をとって発生した高校書が、 解所以前に行われていたとされている。行書は、この行行書と東大に完成された解所を崩して、生まれたものとの二通りの成立の仕方があった。後の行書と区別される行行書とは、総門の書と言われる書簡のための書体で、再域出土の残紙類に見られ、古来農書人名にも、商用の書の三体の一つとして記されている。書法論は、筆法。 まか結構法を、不知症法という書の技法についての論で、洋筆を、処方の中心とすることが多い。英夫人の作とされる、筆人図、武帝の、未、商用処方十二位、針の、表書帳陳液その、管理二桜決などがある。管理二桜決では、王義氏の違法とされる、中国の伝統的執筆法、発刀法を説いている。 発刀法の名義や方法には諸説あるが管理に要決の八字分けがその説明として一般的である。発刀法は現在の走行法に類似しており力強い書線を書くのに適している。また本書には執筆の際の腕の構え方も説明しており、現在一般に通用している腕法の種類は本書の説に基づくものである。そして、 陳腕は正字に、定腕は中字に、拳腕は大技にそれぞれ持ちいよとある。しかし、米仏は、正字も、定腕で書くべきことを解き、王は、正字も、拳腕で書けと言っているように見解に相違がある。諸学論は、諸全般についての交渉的な研究である。諸学とは、諸の形式である諸法を修正したもので、中国では、 書道という言葉は使わず、書学という語を用いている。書とは何かということについて、中国の書論では、人間の精神、自然、国宝洋質という三者との関係で、概ね論述されている。孫家庭の、諸今京の俗書、俗諸夫などがある。全漢の洋友の言葉に、書は新語りとあり、書は人間の心を表すものと言っている。孫家庭は、 諸父の中で、この心の奥底を、霊大と表現し、書の表現の素晴らしさは、人間の深い内面がそのまま筆の動きに現れる、ことだと述べている。また、長夫ところ、も、もちろんの中で、霊大によらざれば、必ず神秘に、乏しと記している。筆には、筆者の無意識の心の動きを引き出す力が、備わっているように思える。高村光太郎は、がは 見飽きることもあるが、書はいくら見ていても飽きないと言っているが、それは、画よりも、書の方にその人の無意識の内容が、より多く表現されているためである。諸品論は、書、書人を品評することで、三つの論法がある。一つは品、大法、一つは、卑怯法、もう一つは、品性法であり、この三つの方法が、中国の書の品評の歴史の上に流れている。 秘境法は当代までで耐えたが、品、大法は時代によってその方法を変化させながら、後世まで行われた。しかし、品、大法は書に差が設けられる理想と典型の上に、成立するものであり、書が、個人の創作芸術であるという見方からすると、不適当で、この場合は、品性法の方が良い。また、良い書はその人間の情勢と特性の優れていることが、 必要であり、その意味では、品性法による書の品評は書を書く人に指針を与え、三つの方法の中では最も新しい意識を持つものと言える。陸長以来の書品は、南朝張りのガタ割れの書品に始まり、その方法を継承した、等の立具心の書語品、さらに、長所の書団となって体制された。そして、宋の主張文の、 続書団によって内容は大きく変化してきている。それは、伝統的な品、大法によりながらも、眼神経を第一に置くなど、新しい等の書風を主流に立てている。その他の書品論には、長夫ところの書庫、書庫書儀、要金の、古来農書人名、王宗剣の、論書、縁登るの、古今書評などがある。品、大法品大法とは、 諸人の優劣上下をランク付けする方法である。答申以来、書を論ずるのに人物を比較して、優劣上下を定める方法が多い。このような品、大法の見られるのは、南朝層の恐れの論書表がはじめであり、上中華の品台が行われている。その方法が、裁量の頃になると、九本法という古来から行われている品等の、 立て方を用いるようになり、書品に、それが見られる。また、その、書品には、天然と、工夫という言葉で言い表す、品評の方法があり、これが、書品の用紙となっている。その他に、天性と修学、心と、手、糸、筆、神綾と形質などの表現を使って品評している、書論もある。立具神の、書語品は、 諸品の9品の最上の上に一品を設け十品とし、旗から等に至る八十二人をランク付けしている。一品には、利子と四件の五人を挙げて、さらに絶対的な存在とした。超不ところの、初段中間では、神、妙、能の三品にランク付けし、諸体別に諸人のランクを一覧にしている。その諸人ランク一覧では、延べ二百二十九人の諸人が、 列挙されており、最上の新品には25人が入り、二王だけがご所帯で、ランクされている。書の品題には各体を、良くして、変幻自在であるという条件があり、二王が尊ばれる要因がここにある。会所は、五巻末に、霊書より発生、維心で発達、陸長で成功し、初頭の三体化によって体制された。その当人の会所は洗練された結構と、 明瞭な法則性によって、会所の典型を確立している。しかし、初五品の一品に会所としてランクしているのは、商用と大義師で、初等の三大化は上下品の最後にランクされている。また、初段の新品には、商用、大義師、大賢師が乗り、初等の三大化は妙品二十五人の最後の方である。これについて、今日は、続書譜で、 会初は商用を第一とし、王義氏がこれに次ぐ。宮の書はいずれも商社獣王であり、少しも平忠氏にこだわっていない。当人のう筆は型にはまっていて、家挙の実家を帯び、もはや義心の表一の気が失われている。と述べている。秘境法秘境法とは、諸人を、の、ご都市と比喩表現して評論する方法である。南朝の書論には、比喩による評論が、 極めて多いので、これを一類のものとして、秘境法と名付けている。円のぼる、両の武帝の両書表に多く見られ、秘境に使われているものを分類すると次のようになる。これらの比喩の中で、小自然現象に例えることが特に多い。これは、中国の文字が全て絵画的要素を持ち、物性との関連があるためこのような表現法で、 批評される性質を持つと言える。しかし、この批評法による書評は、東大後期の長局から始まる革新派の書では、廃れてきて、壮大になるとほとんどなくなってしまう。米仏は、改革名言に、ものに批評して変わった、珍しい表現をしている書論は、終字に技巧を凝らして、かえって書法を分かりにくくしている。これでは、学ぶ人の役に立たない。 だから私が書を論ずるときは余計な習字を述べないことにしている。と記るし、難聴の人が好んだ、卑怯法は回りくどい言い方だとしている。品性法品性法とは、書の備えている情勢の特質を捉えて、それに一種の類型を見出し、その類型を基準にして、書を批評する方法である。例えば、用金の古来農書人名に、呉の交渉は総称、抑止。 世に沈着通快と称される。とあるが、この沈着通快というのは、交渉の書の特性を述べながらも、一種の類型として、書を批評するときの一般的な標語として、成立している。その他に、優位、優婚、天が、経験、綺麗、表一、真因、古賀勝者などがあるが、いずれも原則的には平等であり、 書の持つ情勢の種類がいずれに属するかで書の性質の品評をすることができるとしている。修造と干渉は、壮大からで、それに伴って大罰が多く書かれるようになり、秋代中期からは、経済が発展し、修造家や召喚家が現れ、民末から成長にかけて、書画録が流行した。また秋人は、文房四宝なども、干渉の対象にしその記録を残した。 大罰は、作品に対する感想などを書いたもので、重要な言説が多い。祖職の、東馬大罰、皇帝剣の、三夜大罰などがある。書画録は、自身の所蔵した、または、加願した書画の記録で、作品の尺文、三、大罰、収蔵陰記、想定、自らの見解などを記している。シュアリリの、三後僕難、幾愛喜びの、書画大伐記。 長牛の、清川書画棒などがある。スミープは、墨に刻み込まれた図書を写し取ったもの。秋代は、製墨技術が最高に達し巨匠が現れ、また墨が、鑑賞品となってスミープが刊行された。低訓棒の、スミ墨ン片浦の、宝誌スミープなどがある。以下、主な書論を、時代ごとに分類し、時代背景とともにその概要を記す。 漢代は書が芸術であるという、はっきりした自覚が持たれた時期であるが、まだ書論は未発達で、本格的な書論は、二王が登場する闘神から南北朝に入ってから、現れる。漢代の書論として、早期の、筆論、再演の、総書税、張氏の、筆心論、採用の、必須という著作があったというが、現存するのは、非奏書のみである。 説問開示は五感、巨神の時点であるが、その序文には、文字、書体についての記述がある。書体が、歴史の上ではっきり示されたのは、本書からである。非草書は、五感、超一線。現存する、最も古い書論とされる。当時は、草書が流行していたが、本来、早書きが、目的の草書が凍りすぎて、 かえって時間のかかるものになったとして、草書の境外化を非難したものである。また、草書学習に、良好を通る、京武氏への書を手本にしたとの記述があり、当時の法書が存在しない今、貴重な資料となっている。四体書生は、精神、英久佐線。古文、天書、霊書、草書の四書体について、名筆家を列挙した後に、各書体の起源 書法、逸話などの内容を記述したもの。総書が、天書、霊書と並んで一体をなし、重要な書体としての地位を確立していることがわかる。また、早期、簡単し、異端、採用の寛大の名人の書の特徴という列を論じている。筆人図は、刀身、守る不人戦。執筆法の要領や、基本的な七種の転格の技法を説明している。 また、筆木すずり紙の性能にも触れている。王義師はこれを学んだと言われるが、王義師、または、用金の作という説もある。書譜や、宝書用録などに収められて、有名になった。書譜の中では、筆人図の執筆図は正確ではなく、また、天格の説明もはっきりしない。子供の手引きぐらいの役にはなるだろう。最近これがルフしているが、もしかしたら、 大義氏の作かもしれないとある。持論書は、刀身、大義氏戦。大義氏が、自らの将、長子将用と比較し、論じたもの。義氏は常に長子と将用を意識し、自分の書は彼らに対抗できるとしている。古来農書人名一巻は、南朝層、陽金戦。南朝になって、最初の書論で、書評論として最も早いもの。直名により、 王宗剣が本書一巻を出録し、農書人名十二巻と共に、上申した。論書、表一巻は、470年、南朝宗、恐れせん二王の書の収集状況の報告書であり、二王の逸話を含む。また、品大法の見られる、最初の書論であり、この文の中に、書一巻の中、良いものを監守に置き、 したなるものをその次に置き、中のものを最後に置くと良い。人は監守を注意して、熱心に見る。中ほどになると退屈して、だらだら進み、それから中文に出会うと、いつまでも昇願して、巻きを終えるにも気がつかないという。書の作品の吉し氏しの上から、上中華の品題が行われている。論書は、南朝生、王宋剣戦。三十数名の書評論。 本書中、総文帝の書は、私の考えでは、王剣士に劣らないと思う。その書は、天然では要金にまさり、伊佐では要金に及ばないとある。天霊文体は、南朝聖、小種吉四43体の雑体書が図示され、それぞれの体の創始者と、その由来を説明している。中国の書論では、陸朝時代を頂点として、 雑対書についての論述が多数あるが、具体的な形態についての資料がほとんどなく本書は、貴重である。章よ義の線を広大に書者したものが、京都、美車門堂に重要文化財として現存している。未、商用書法十二位は、南朝領、武帝線。商用の書法論。諸品一巻は、南朝領、ガタワレ線。缶の調子から針に至る。 農書人を9品に分けて、各品ごとに評論を加えたもの。また、品評に、天然と工夫という言葉を使って述べている。古今書評は、五百二十三年、南朝寮、縁登る線。武帝の命で、旗、勘以来の書人二十五人を批評したもの。章、主として、実月風雲山川草木鳥獣などの自然の、物証に比喩した批評を行っている。 この手法を非教法と言い、例えば、商用の書は雲食いの天に遊び、軍港の海に戯れるるがごとしなどの表現がある。これは、自然の物性を美の基準として、書の美しさを表現したものである。法書要録に収められている。論書は、南朝領、元遺前。雑体書の流行について述べたもので、百種を超える雑体書を記している。 それは、流書、蛇書、亀書、格闘書、雲書などで自然の物証を書の中に取り入れた一種の衣装文字であり、まるで卑怯表を具体的に遺書化したようである。論書表は、北義公式戦。文字の混乱の是正を上奏したもの。東代の書論は、南北朝の書論を受け、二王を中心とした伝統的な書法論が確立する。特に体操が、 大義氏を支持したことにより、大義氏が最高の諸人という地位を確定する。大層自身、歴代帝王中、第一の農書であり、この帝によって諸島に、多くの農書家、諸論家が輩出した。東大における、諸品の最も主要な役割をなす人は、律具神と、蝶太頃である。蝶太頃の説は、陸朝以来の伝統諸道の諸論を受け、諸壇における神。 妙、脳の品、大砲は陸調における、区本説を一歩進めた新しい教育を開いている。しかし、初頭の末期の書は、禁現法制を、主とし表面的技巧に陥り堕落していったため、伝統書とは異なる、新たな書法が求められた。そして、元祖の頃になると、元神経、長極、快祖などの諸人が現れ、革新派の諸論が起こってくる。 諸子術は、愚性難戦、問答形式で書体の起源、王子一族の立派さなどを語る。諸子品一貫は、立愚新染。諸品を受け、さらに、神から諸頭に至る八十二人を貧大している。本性中、古の学ぶ者には、皆し法があった。今の学ぶ者は、ただ教会に任せて、自然の逸気がなく、死神の独王がある。とある。 これは、その当時の書風に、伝統的な書風を守らないで、勝手気ままな書を書く新しい動きがあり、個人の備えていた自然の逸気がなくなっていることを、述べたものである。また、四件の中でも特に、大儀誌を丁寧に形容し、書のせいと言い,い、草のせいと言い,い、かすりのせんというなど、最上の賛辞を捧げている。大が尊ばれる理由は、 一種の偏った書体をよく、するのではなく、三体、非白味な優れているところにある。この調和した円満な書人を高く評価する書論は、当代になってから、明確な考え方として現れている。基本書人論は、立具新鮮。歴代の著名な書人108屋を旧品に配し、各家に書体を付記している。牧地編に収められている。初段三巻は、 727年、超懐線。上、中、下の3巻で構成され、書体論、書品論、書評論を記述しており、特に書品論は最も完備したものとして定評がある。その書品では、神、妙、能の三品にランク付けし、書体別に書人のランクを一覧にしている。3巻の内容は、以下の通り。本書の終わりに、全文の、表があり。 新品12人から5人を取り上げて称賛している。新器が古賀で、銅が、新名に合わして、理由のは、商用が第一である。正行が、剣美で、粉体を施すことがないのは、大義氏が第一である。焦燥が古い地で、極地の高新なのは、森旅が第一である。正は、敬骨転生、僧は、変化無方なのは、長子が第一である。 書体を詳しくすることができるのは、ただ一人、王義氏だけであり、ついで、王剣氏に至っている。といい、中でも、王義氏が書体を詳しくすることができるとして、その最上に置いている。文字論は、超太所千。創作の重要性を説いた、革新派の論であるが、書の品題についての意見を見ることができる。その説では、神綾が第一で、字型は、 第二であり、真珠にあるものが先で、目に見えるものは後である。技術が優れて、実際に役立つというよりも、情勢の現れが、入信の域に達して優れている。心と目が対立するのではなく、心の方に主体性があるのである。としている。書庫は、754年、超懐線。王義氏の書を基準とした、書品論。書義は、758年。 長懐線。蔡演、長死、長明キラ、商用、会、異端、交渉、傾向、守る、守る婦人、作成、シャン、王道、王遁王公王、王民、王義士王剣士の十九人を、新華器、行書、少燥、早書の四体に分けて、それぞれに諸人を序列した、諸品論。千年間、その名を得た者は、この19人超えず、 その正門を万里の遠くに飛ばし、栄誉は百代に抜きんでている。ただ、王義氏は、筆跡が、高し順で、一人一家の美を欲しいままにしている。という。しかし、王義氏にも長短があるとして、王義氏は正幸は、優れているが、草では初夏に劣る。と言っている。これは、初段で新品の総書三人の中に、王義氏を入れているのと一致しないが、本書は、 初段より30年ほど後に書かれた晩年のもので、見解に変化が見られる。また、本書には陸長における、天然徳風の説とほぼ同様な考え方を、天性と修学という語を用いて表現している。長調子十二位筆法記は、元神経戦。長局から受けた、未、商用書法十二位の教えを記録したもの。長調詩とは、長局の別称で、 彼が、左入り通府の長子になったことによる。術が寄付二巻は、当選。州より当に至る、諸人198人の諸評論。法書、幼六十巻は、847年以後、長尾湖沿線。長家は、高官の家柄で、その家には、諸賀の修造がおびただしく、彦縁は、諸賀の鑑賞に恵まれた環境に生まれた。よって、その諸術も、 書と画との両方面にわたり、画の方面では、歴代名画記という名著があって、本書の姉妹編となっている。本書は五巻から等に及ぶ四十六編の書論を、ほぼ時代順に配列して編集した、書論集である。はじめの辞書以外はすべて他人の文章であり、その辞書には、公書者ありて、世の二章を得れば、書画のこと、終われり、と言っている。また、 書法の伝承はまず西洋が、新人から受け、西縁、商洋、守る夫人、そして王義師に伝わり、さらに、王宗賢、友栄、愚勢難、王陽順を経て、ついに私に及んだ、とある。本書は三種類に対別することができる。第一には、二王の書論に関するもの、第二には、南朝の書論に関するもの、第三には、 当代の伝統派の諸論に関するものである。南朝宗の恐れと邀金、正の王宗剣、梁の型我の著述は本書によって初めて世に伝わったと言って良い。本書十巻の内容は次の通り。五巻朝一秘草書、新王友軍事論書、進む守る婦人筆人図、王遊軍大英夫人筆人図後、総邀金古来農書人名、伝授筆法人名、 南西王特進党、最大祖論書系、南西王総研論書、総王、文字締め、両称し経総恐れ論書表、両部定官、商用書法十有二、党員許与両部定論書系九首、張本異論書、張方割れ書き品論、両円登る古今書表、陳釈智萌雄大友軍、学期論語、語技公式論書表、東部西南書き胸、術、 東朝水量遊軍書目、東立具新き五品、東竹平一条司法書記、東城広史古籍記、東何信行乱定記、東朝水量等本学記論記、東西備え壁書批白昭和崎記、当利役壁書批白昭和座三、東高平公、昭和一式。東張り懐書き子、東貼り懐二王東書録、東張り懐書記、東張り懐文字論、 東朝の部書記録、当炉毛教法書録等々、術書き不上等々、術書き不下、東張り懐書壇上、東張り懐書壇中、東張,張り懐書壇下有軍初期総大に、書の理論を説いた人としてまず第一に、王陽を治むが挙げられる。彼は、書というものは人によって損するものであり、他人の書を模倣するのは、八つ書きであるとし、 この八書という言葉をその理論の中でよく使った。また、王陽治むは、史学者、金石学者としても著名で、彼が金石文の大伐を書いてから、祖職や皇帝権がこれに習い大伐が、盛んになった。北曹松の宮廷における、基礎の書画コレクションの鑑定家となった米仏は、その方大きなコレクションを自由に利用でき、古典を徹底的に研究し、 自ら収集もした。この宮廷コレクションの素晴らしさは、千和諸婦などによって知ることができる。彼が書き残した、書画録は今日においても正確で、信頼のおけるものとされ、その監視祈願は、中国史上最高と言うべきものであった。周古六抜を十巻は、1063年、王陽を治む千。新から五代までの数百の金石資料を収録し、 その交渉結果を大罰に記したものである。これによって、金石学ぶという分野が研究されるようになった。金石六三十巻は、長命聖戦。全十巻には二千点に及ぶ金石文を収録し、その長年月、千社名、初夏交渉の是非を載せ、後二十巻では五百二十篇に及ぶ、初夏交渉の是非を論じている。周古六罰を、 さらに詳細に完全にしたもので、この二大著述によって、金石学部の基礎が築かれた。本書は、長明生が千百二十九年に四十八歳で、休止した後、妻の力与照が、昇降年間に朝廷に報じたものである。東館世論二巻は、紅白を燃えせん。はじめに、法上看護がある。これは、順化拡張の標識の誤りや所長の審議を辞所。 などにより詳しく論考したもの。他に、論説、除罰、便記など、105編からなり、諸法主調にわたっての交渉が正確との表がある。東馬大罰六巻は、素食戦。素食の大罰を公人が収集したもの。内容は、私文書画にわたる論が六百余編に及び、書画に関するものが過半を占めている。徒歩の死、関誘の文、眼神経の書、 五道元の画に、最高の評価を与えている。書に関しては進むからそうまでの書評論と文房4、宝について記されている。三夜大罰は、皇帝県選。伝い秘書本9巻と、公開校、漢本4巻がある。四文書画の大罰集であるが、書画がその大半を占め、うち、祖職の策に罰したものが多い。皇帝県の大罰は、 定評があり、総権に富む。また、この大罰から皇帝権の学書経歴をたどることが、できる。開学名言一巻は、米仏戦。署名から推測して、米仏の論を後人が編集したものと言われている。眼神経の解消俗続品に入れ、流行権を集会悪霊の祖と表するなど、党から僧に至るメーカーを遠慮なく非難している。諸詩は、1103年以後。 米仏戦。宋代の法書を鑑賞した時の記録で、法書の心眼優劣、印象、罰をなど豊富な資料となっている。牧地編20巻は、1066年以後、主張文戦、書論に関する著述を、広く収納している。これには、1066年10月5日付の序文がある。俗書館は、1074年以後、主張文戦、調布ところの、 初段の続編であり、長夫所の品例を用いて、主に闘争の諸人を集めて、品題しており、新品3人、名品16人、納品66人を補っている。本書は、闘争の諸人の承伝などとして、参考になるものが多く、特に記録の少ない壮大の書についての歴史的な記述や承伝、書評などがある。著者の主張文は、 牧地編の序文によると、10歳の時父からがん神経の書を教えられており、その尊ぶところは、伝統派の人と異なっている。よって、伝統的な品、大法によりながらも、事実上は、新しい尊の書風を主流に立て、異なる方向の書品論となっている。千は書風に十巻は、千者不詳。基礎の千は年間に、 宮廷の書籍を書体別に記した目録である。第1巻に、帝王の書、2巻に、天書、霊書、3巻から6巻に、解書、7巻から12巻に、行書、13巻から19巻に、草書、20巻に文書を配列し、筆者の伝記も記されている。俗書譜1巻は、強戦。孫家庭の、書譜を継承した、書学論。 進む義の処方を素実しようとするもので、眼神経や、幼業式などの革新派の諸人を評価しない。初演成果20巻は、陳詩戦。個人の書を論じた語を収録したもの。法書要録より非常に多く、164編に及んでいる。墨教一巻は、明ら節のあるいは明ら貫き戦。墨材の選択、採取。 正墨法などを二十項目に分けて詳細に記述している。モンゴル族が支配した元王朝は、漢文化に冷淡であり、書の方面も沈退したが、長毛布は、元王朝に仕えて、元王朝の初段を代表する存在となり、王義氏の書を最高とした、復古朝の書風を主張した。そして、僧の三体からの革新派の書は、古法を後輩に導くものと捉え、 書の伝統を保持しようとする古典主義的な書論が多く作られた。宝書校八巻は1344年森広氏名戦。次元、筆法、図分け、形成など書の全般にわたった概論の書である。書品としては、総決より以降、旗から等に至るまでの書人を上中華の三品に分けて人名を廃し、人名のもとに、 個人の品評の言葉を略記している。標語合不した品、代表として便利にできている。なお、上品に39人、中本に72人、下本に135人を配している。管理におけツイカンは、賃益祖先。執筆法、血法、国法、筋法、肉法、平のり、自家法、陰法、方法,法、分布法、変法、 法書の十二章に分けて、書法を論じている。この執筆法の章では、発刀法、腕法などを説いている。民発は、王義氏以来の古典が尊重され、それを継承しようとする書論が大勢で、死から弟子への伝授書も多い。中期は、商業が著しく繁栄し、中国第一の商工業都市となった後中では、この繁栄を背景に、 四書が結合の芸術形式が普及し、また天国も文人芸術として発展した。また、優れた干渉眼と見識を備え修造に熱意を傾けるカンクラヤが多数現れ、修長書画録が刊行された。末期はまず、陶器将が天神爛漫の境地を理想に掲げた革新的な傑作を数多く残した。彼の理念は、 祖職や米仏の書論に立脚し、大田区も、陶器商の理論を実践している。諸法加減一貫は古墨線、古木戦。王儀氏を大表として、祖職、米仏らを知りける、伝統派の諸品論。内容は、諸島、古今、弁体、形質、品格、学、聞菊、常変、正規、中和、老少、進化、心性、匠、主社、匠女、器用、 知識の17条よりなる。その品格の条に、書品の品格を論じ、正宗氏、大化名家制限、防流に、の御品によって、書の優劣上下を判定しようとしている。具体的な人名は挙げていないが、大義氏の書が正宗とされることは、その定義からも明らかである。書士会用9巻、ホイ1巻は、東州議選。1巻から8巻は、 上古から現代までの書人の伝記、書風を記し、評論を加えている。現代の書人を多く含む。旧館に書法を付し、本位には、秋代の書人を収録する。主はかりごとの、書士会用続編一巻があり、秋代の書家を収めている。古今法書演は、王制定戦。館から名に至る書に関わる、あらゆる文献を収裁し、書について、見解を述べたもの 牧地編、書演成果を大幅に拡充している。画前出随筆4巻は、陶器商戦。書論は巻一に収められ、作為に対する疎追を重視し、天真乱漫の境地を理想とした。4巻の内容は次の通り。論書論書記有、記事、表紙、標文増減上下、訴中随筆前越、停止済二24巻は、1610年頃。 低訓防戦。低訓防製図みの墨面図書の作為内容などを載せているが、製図法その他の技法の説明はない。最も初期の著名な墨歌である。新朝の皇帝は満州民族でありながら、漢民族の伝統文化を尊重して、大規模な文化振興事業を実施した。また交渉学が盛んになるなど、その資料として、 金石文に注目が移り、元元と法政審の書論により、被学が勃興した。信頼で特筆すべきはこの被学を研究する、被学派の出現である。配分最初、画フ百巻は、1708年、後期停戦。民末までの歴代の書画関係を、統一整理し、出典を明記したもの。書の理論体系を立てて、書体、書法 諸学、諸品という四つの部門を分け、さらに諸家伝、諸罰、弁償、肝臓という項目を加えている。論書、ご一巻は、応戦。執筆、う筆、欠技、ざ、要牧、臨固、転書、霊書、会書、行書、草書、書、論意にしえの十二節に分けて、学書法を論じている。陶器書を否定し、陶費を重視している。 独創の見解が多い。江戸時代に市川米安が本書を清三箇所論の中に入れている。生倉銀河企業一巻は共犯戦。主として解放を論じ、商用、王義士、元神経、流行権を胸としている。宋代では、西条現代では、超毛布を推している。貧乱論書一巻は領書線、領土書戦。 建立時代の書家として、一流の戦者が心得した書に対する書論を明確にしたもので、見識の高さが伺え書論書として、屈指のものとされる。大田区のギ山延長を取るに足らずと述べている。表書長一貫は、ハリセン。執筆法、法上、書費の評論、古名人より、長照氏に至るまでの書評論である。書と時代について、進む院、東方。 相違明体と表現している。ゲ芸ネ総家事とも六巻は、法制新選論文四巻、論書二巻、付録三巻からなり、アンクレ論書と称するのは、この中の論書の部分を指す。本書は元元の説を継ぐ、北批派の理論であり、比学派の立場を揺るぎないものにして、新潮末期の書道界に、大きな影響を与えた。本書中、 逆入兵出の洋筆を解き、この理論を、長子験が実践した。また、当赤女の天書、霊書、改章を、天下第一と称用し、さらに、帝道明の名を広く、世に知らしめた。工芸船総火事六巻は、後衛戦。芸船総火事の論を強調したもので、書の源流などを論じ、被学を尊び、上学を攻撃している。 日本で訳本が刊行された。平引き三巻は、1867年、洋酒継戦。全名を、激素非深格平引きと言い,い、州より党に至る著名な石踏み230種について、交渉したもの。平長期一巻は、1868年、洋酒継戦。全名を、激素非深格平長期と言い,い、から王氏までの代表的なを、 交渉したもの。学書事故とは線、洋酒慶戦。非、上、及び、相談以後の書評論。解放削減15巻は、1877年、半有集、洋酒慶編。洋酒慶の詩、半有が選別した、解書費の中の優れた文字を、洋酒慶が編集したもの。はじめ、今令編と名付けたが、後にこの名に改めた。 民国期は長期にわたる政情の不安定と戦乱の中、国力の回復に努力する一方、文教政策にも力を注ぎ、文字資料のさらなる出動を得て、その学術研究が進展した。現代の処方と新代の処方との際は、新末以降に出土された木簡などの文字資料の研究の影響が大きい。この研究所として、羅新玉、 王国位などが重要な著録を残している。木簡信代は、金石学が没行して天霊が盛んに書かれたが、当時の書人は木簡の霊書を知らない。石文は儀礼的なもので、決体、洋筆ともに整理されて、当時の実用の字とはかなり性質が違う。これに対し木簡は日常生活の中でメモを取ったり、手紙を書いたりと、 紙がなかった時代に、紙の代用としての役割を果たしたため自然に字を書いている。しかも、肉筆のため、今まさにこれを書いたというような視覚的な効果があり、石踏みの霊書と木簡の霊書とは、感覚的にその本質が違う。そして、この木簡の卒位の書は、今日の書道館における書の理想に一致していると、青山三羽は言う。その書の理想とは、 生々しい視覚性と書者の人間性との兼ね合いによって生み出される鮮やかな表現である。都市、木簡こそまさに今日の我々の書道館を充足させてくれる資料であるということができよう。と述べている。1973年、馬王大白書の発見があったが、これも非常に自然に書いてあり、その陰筆は軽妙で速度がある。西川康氏は、 すいすい書いてある、と表現しているが、転承行書を書くくらいのスピードで非常に巧みに書いている。これについて、今井良説は、この一群の転書から我々の今の転書の書き方を反省できるし、また回、行、層というより、動的な書体の生まれる必然性を強く感じる、と述べている。新末以降に出土された文字資料は、 全漢初期から200年間の肉質の文字が20万字にも及ぶ。今までこの200年間の文字資料が非常に少なく、特に全漢初期のものがなかった。しかも、この200年間にいろいろな書体が生まれているということがわかっていたため、ちょうどその時期の大量の文字資料の発見は、考古的な価値は、もちろんのこと、処方上でも非常に大きな貢献をした。 その中で当時実用に書かれている書は、霊書だけでなく、その略字としての焦燥も書かれているという事実があり、その起源が理解しにくかった草書の研究に関心を集め、以後の書体研究成功の発端となった。隠居書形前編8巻、後編2巻、続編6巻は、ラ・新玉編。ラ・新玉書像の甲骨文の英印本。前編に二千余編。 後編に千0 0 4編を、周編。続編には、竹所蔵のものを含む。隠居処刑公爵三巻は、羅新玉戦。1914年に出版し、1927年に、贈呈され、三巻となった。隠居処刑の甲骨文を八編に分けて考え尺した、もの。隠居処刑成果一巻は、1914年、羅新玉編。 ラッシン玉所蔵の甲骨文の中で破損しやすく住みたく、したことのない最大サイズの甲骨8片と、小骨60片の永陰本。ルサツイカン3巻、ホイ1巻は、1914年、ラッシン玉、王国威強戦。ラッシン玉と王国威が日本に亡命中に出版した、トンコ文献の研究所。トン文献の写真から588片の図版を選んで、 おののに、考え尺を加えた。内容は、第1巻が、小学、十数、片技書き、第2巻が、都にぬそう編、第3巻が、漢編で、その他ににみやび木簡、再意気調子、理白文書などを本位として付録している。以下、具体的な論述を部門に分けて記す。天書霊書創書行書、乱定序王義史、中秋長。 王剣士科機械所蔵対象走行法は、親指の骨の上節部の下場を筆管に当てて力を入れること。筆がまっすぐになるように、先金のごとく下げる。圧は人差し指を押し当てること。この指の中節部の左脇を筆管につける。以上の二指は力を入れる。針は中指を引っ掛けること。この指の先を筆に引っ掛けて、筆を下に向かわせる。 K は、薬指で掲げること。この指の爪の付け根を筆管につける。筆を掲げて上に向かわせる。T は、薬指で筆を掲げるのを中指で停止進めること。虚は、中指で筆を引っ掛けるのを薬指で拒み定めること。以上の日誌は、電運を主とする。しるべは、小指が薬指を引いて、筆を右に運ぶこと。そうは 小指が薬指を送り、筆を左に運ぶこと。以上の一種は、喧嘩を、おもとする。ありがとうございます。